じゃあ浩平さんだいぶ買いましたよね僕らね。でも結構買いました、はい、結構買いましたよねこれね、はいはい、思ったより広かったですよ。広いし、あと、はい、見てたら、はい、もうどんどん買ってしまうんで、はい、キリがないですよ。見てても楽しいですよね。そう、何でもね欲しくなるんで、はい、これ結構お金使っちゃいますよ。使っちゃいますね。はい。Far West Life。皆さんこんにちは、マサです。実は僕今日ロサンゼルスに来てて、でお友達のユーチューバーの浩平さんと一緒にこのダイソーでお買い物したいと思います。あのおっさん2人で買い物になるんで、ちょっと面白いかどうかわかんないんですけど、僕あのラスベガスにダイソーがないので、ぜひこうロサンゼルス来た時に質のいい日系のものをこういったところで買い出しして、まあ、いつも僕ラスベガスに買えるんで、今日は浩平さんと一緒にお買い物をするということで、早速このダイソーをチェックしていきたいと思います。じゃあ浩平さん、これから一緒に見ていきましょうか。よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ、はい、行ってきます。はい、そうそう、これもね探してたんですよね。洗剤ブラシ、ここにね中にね洗剤入れてゴシゴシできる。やっぱねアメリカとかこういうのないんですよね。これ結構なんか日本らしいですよね。こう洗剤入れてとかこういったことができるのはアメリカには売ってないんでいいですよね。あとねこのね排水口のゴミ受け、これね実はアメリカで売ってるやつ同じやつでダイソーだと半額なんですよ。だからねこれここで買いたかったんですよ。実はこのスリッパが欲しかったんですよね。$4、結構お得ですね。こんな感じで、僕の家タイルなんでスリッパなしだと足めっちゃ冷たいんですよ。これね安いんでいいですよね。これ欲しかったんですよ。あ、浩平さん発見。浩平さん何買ってるんですかこれ。いや、やっぱ僕はですね、あの自分の愛犬のピーナッツが気になるわけなんですよ。ああ、なるほど。でなんかちょっと安いおもちゃ、あのおもちゃがやっぱ好きなんですよね。はい、でなんかちょっとなんかいいのはないかなと思って。ああ、なるほどね。ワンちゃんね、浩平さんの犬愛犬めっちゃ可愛いですからね、ピーナッツに、はい、こういうのどうかなと思ってるんですよね。あ、やっぱ安くていいですか。質問$1.50なんで、あ、いいですね。じゃあ、うん、だいたい見てるとやっぱ$1.50多いみたいですね。なるほどなるほど、はい、へえ。ちょっとなんか可愛いやつないかなみたいな。これもやっぱ日本製、音が出るぬいぐるみってことで、はいはい、これなんかいいかな。あ、じゃあペットを飼ってる人にはもう最高ですねこれね。はい、ロサンゼルスにもあちらこちらに日系のスーパーとかあるんですけど、はい、やっぱそういった場所で売ってないようなものもやっぱ多いです。見てるとですよね。日本らしいものがありますよね。多いです、はい。はい、僕が探してたのがですね、日本の消しゴムなんですよ。アメリカの消しゴムってね全然消えないんで、この日本の質のいい消しゴムここで買えるんでいいですよね。これ買います。これかな、このモノいいですよね。お、あったあった。綿棒探してたんですよ。日本の綿棒ってこれふわふわ綿棒なんで、あのアメリカって綿棒硬いんですよ。だからね、綿棒買うんだったらこの日本のやつがいいなって思いますね。
ね、お弁当グッズのところに来てます。やっぱね、お弁当箱とかもそうなんですけど、日本のものってすごい可愛いデザインですごいいいんですよ。でアメリカってこういうのないわけじゃないんですけど、やっぱりシンプルだったりしすぎてあんまり可愛くないんですよね。それがこういうのとかあってめちゃ可愛いんで、僕はこういうのね、娘学校でお弁当持って行ったりするのにつけていくと喜ぶんで、ダイソーでいつもこういうのを買います。他にもね、こういうお弁当の中にちょこっと入れたりするようなもの、こういったものとかもすごいいいんでね、買ってますね。はい、さらにね、お弁当セクションで僕が探してたのが、浩平さん見つけてくれたんですけど、この大根おろしですよ。浩平さん、これありがとうございます。これね、はい、これね、なかなかラスベガスにもこんな可愛いデザインのがないんで、やっぱね、大根おろし食べたくなるんですよ。最近食べてないんでね、ちょっとこれ買っときます。お、あと何、これいいんじゃん。スパムがスパッと切れる、これいいな。スパム結びってあるじゃないですか。これ家でたまに作るんで、あとは僕がハイキングとかロッククライミング行くときに、スパム結びっていうハワイのおにぎりをこう作って持っていくときがあるんで、これあったら便利なので、ちょっとこれ買おうかな。浩平さん、僕ね、このセクションね、探してたんですよ。はい、食器ですよね。はい。はい。なんか日本の、これこそなんか日本のなんかお茶碗みたいなのもありますよね。はい、そうなんですよ。やっぱりね、アメリカに住んでる日本人で、味噌汁やっぱ飲むじゃないですか。僕もこう毎日っていうほどじゃないかもしれないですけど、味噌汁飲むんで、普通のアメリカのね、スーパーとかで食器とかでこういうの売ってないんですよ。なので、こういう味噌汁、こういうのを探してたんですよ。これもね、足りなくなってきてるんで、ちょっと買います。あとね、こういうね、ちょっとしたもの詰めて冷蔵庫に保存するようなものとか、便利ですよね。それからね、僕ね、下の子がすごいちっちゃいんで、やっぱこうプラスチックで落としても割れないようなものって重要なんですよ。こういうデザインとかすごい可愛いし、いいかなって思ってます。あ、これとかいいな、なんかちょっと喜ぶかなって思いますね。これいいな。じゃあ浩平さん、だいぶ買いましたよね、僕らね。結構買いましたよね、これね。はい、はい、まあ、あとでちょっとじっくり浩平さんにも教えてもらいましょうかね。はい、思ったより広かったですよ。広いし、あと、はい、見てたら、はい、もうどんどん買ってしまうんで、はい、キリがないですよ。見てても楽しいですよね。そう、何でもね、欲しくなるんで、はい、これ結構お金使っちゃいますよ。使っちゃいますね。はい、はい、あ、なんでこちらにもなんかお菓子とか食品コーナーいっぱいあるんで、また買ってしまいますよ、これ絶対買おう。これとか日本のポッキーとか持ってますからね、はい、コアラのマーチ。はい、ということで今ダイソーでの買い物が終わりました。僕めちゃくちゃ買ったんですよ。はい、でこれダイソーってね、記念なんで、これ1ドル50セントで、エコバッグ、はい、買えるんで安いですよね。こんなでかくて1ドル50、見た目すごいなんかおしゃれじゃないですか。そうなんですよ。だからこうベガス帰ってからでもこうね使えるんで、はい、いいかなと思って、はい、もうこれぐらい買っちゃいました。でちなみに僕がこんだけさっき店で紹介したあれだけ買って、値段がなんと全部で僕今回76ドル24セント使いました。はい、結構買っちゃいました。結構買われましたね、
まあ、でもラスベガスに台車さんないっておっしゃってたんですよ。だからもう今もうまとめて買っといた方が絶対そうなんですよ。ただね、あの予定してなかったものも見てたら欲しくなってどん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 入れちゃって買っちゃったっていう、はい、そういうことなんですね。はい、はい、なんで、浩平さんはどうなんですか。ロサンゼルスに住んでる浩平さんも、はい、今回ちょっと買われたということで、はい、あの僕はですね、はい、ちょっとお菓子ばっかりなんですけれども、はい、まあ、こういったベビースターとかですね、はい、僕あんまり最近食べてなかったんですよ。で、まあ、いろいろ買われたんですよね、はい、でどのぐらい結局買われたんですか。結局合計で、はい、18ドル71セントでした。ああ、なるほど、はい、あの浩平さんが買ったものとかもあの彼は別で動画を出してるんで、あのもうリンクに彼のチャンネルを貼っとくんで、もし興味ある人は浩平さんの動画も見たら何を買ったのかとかも細かくあの紹介されてるんでよかったら見てください。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、まあ、あのダイソーを紹介させていただいて、まあ、日本から移住してきた方とかね、やっぱりこういうのは日本人にとってはすごく必要だと思うんで、まあ、今回動画にしたわけなんで、もしよかったら参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは今回こんな感じになりますんで、また次回からもね、いろいろ配信していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回もありがとうございました。いやもう、はい、こちらからなんかちょっと お誘いしたみたいな感じになっちゃったんですけど、はい、あ、いえいえ、楽しかったです。はい、ということで皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。はい、はい、ではバイバイ。Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel.If you have an interest in America, and let's enjoy the Far West life.